はい、皆様おはようございます。朝ドラウォッチャーのまこきたさんです。いつもご視聴いただき、またコメントもいただきありがとうございます。いよいよ11月に入りましたね。今回もおむすび第6週前編の解説と11月11日からの第7週前編の自習予告を紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。第6週前編の解説と次週7週この部分の前編の予告となっています。ちなみに第7週の週タイトルはおむすび恋をするとなっています。それでは第6週前編の解説をスライド2枚使って紹介していきます。まず父に心配をかけたくないユイの様子が描かれ、ユイの生活が大きく変化していましたね。打ち上げで泥酔したマサトの本音を聞かされたため、ユイはギャルを辞めると宣言し、書道部まで辞めてしまいましたね。そして空いた時間をすべて家業の農作業を手伝うと決心したユイの様子が描かれていました。このようなユイの敏感で過剰な反応は第16話で姉あゆみに、あんた変わんないね、いい子ぶるのをやめなと言わせたゆえになっているのではないでしょうか。そしてあゆみはゆいが家族の犠牲になっていると感じていて、それには自分の過去も関係しているので責任を感じているといったところでしょうか。あゆみが糸島に戻ってきた理由は妹のことが気になったというのも一つあるのかもしれないですね。そのようなあゆみの目的をほのめかす描写が描かれていました。それはあゆみが栄吉に頼み家族会議が行われるというエピソードでした。その会議の議題は神戸に戻るのかといった問題でしたね。あゆみは家族全員で神戸に戻りたいと言いますが、あゆみは東京で仕事をしているので神戸に帰りたいとは、その真意がちょっと読めないですよね。一方母の愛子は子供たちがただいまって帰ってこられるような場所ならどこでもいいと答えます。祖母佳代もその意見に賛同しますが、栄吉は寂しそうですね。一方父正人は神戸に戻って床屋を再開したいのが本音ですが、祖父たちの畑のことや公平たちと糸島を盛り上げたいという気持ちもあり、さらに床屋を再建する資金についても考えなければならないと問題が山積しているようでした。あゆみからゆいはどう思っているのと振られたゆいは怒ったように、なんでまた引っかき回すんと姉に敵を向けるゆいが描かれており、最後はずっと糸島にいると宣言して怒ったようにどこかに行ってしまいましたね。あゆみは家庭の事情に縛られずにゆいに夢を持ってほしいと思っているのかもしれないですね。そして夢を持てる環境にしたいと思っており、このような会議を開いたのではないでしょうか。しかしゆいが夢を持てない理由は姉のせいだけではなく、神戸での被災体験も大きく関わっているようですね。震災により夢がなくなった人々が多くいたということがゆいの心の中には残っているのでしょうね。それでは予告に移っていきたいと思いますので、ネタバレにご注意ください。第31話は翔也へのお礼です。ゆいは家族にギャルをやりたいと宣言するようですね。この間辞めたいと宣言したばかりですが、あゆみがまきちゃんのためと思いながらもやりたいことをやってきたことにゆいは感化されたのでしょうね。ほどなくしてゆいは新人たちが加わったハゲアレンの活動に復帰します。その一方で過労で倒れた時に助けてくれた翔也に何かお礼したいとゆいは翔也へ申し出ます。
どのようなお礼ができるのかとのユイの問いかけに、翔也はスタミナが欲しいというようです。その返答に戸惑うユイですが、帰宅して祖母佳代や母愛子にアイデアをもらおうと相談を持ちかけるようです。これはやはりスタミナ弁当とかではないでしょうか。胃袋をつかめば何とやらと言いますが、二人の距離は縮まっていくのでしょうか。第32話は監督の訪問です。ある日翔也とともに福西野球部の監督が米田家を訪ねるようです。監督は部員の食事は寮の栄養士によって管理しているのに、翔也がユイの作った弁当を隠れて食べていたことで体重が増えてしまったと言います。このことで米田家では様々な意見が出て議論になるようです。母愛子はこの機会に料理を覚えることを勧めますが、ユイはそういう気になれないようです。翌日そんなユイを呼び出した翔也は、弁当が悪影響となることが言えなかった理由を話してユイに詫びるようです。どのような理由だったのでしょうか。毎日怪我しながらも俺のために作ってくれた弁当だと知っているのでこだわれなかったという理由のようですね。ユイはそんなまっすぐな翔也に恋心を抱くようです。そして監督の口から出た栄養士、今後のユイに重要なワードとなっていきそうですね。それでは最後にプラスアルファです。今回はハゲレンの新メンバーを簡単に紹介していきます。カナは怖いもの知らずの性格、レナはフラフープが得意、メグは新人の中ではしっかり者というキャラクターのようですね。カナ役を演じていらっしゃるのは金子美優さん。金子美優さんは21歳、福岡県宗像市出身。福岡県を拠点に活動しているローカルアイドルユニット、リンクの元メンバーのようですね。テレビドラマでは GTO、リバイバルなどに出演されているようです。レナ役を演じていらっしゃるのは田中美久さんです。田中美久さんは23歳、熊本県出身で HKT48 の元メンバーだったようです。テレビドラマ新宿野戦病院や現在放送中の3年 C 組は不倫していますなどに出演されているようです。一方メグ役を演じていらっしゃるのはちょっと読み方が合ってるかどうかわからないですが、奥心さんですかね。ウィキペディアには記載がされていませんでしたが、X の自己紹介欄に書かれていたのは、高校生の時から舞台や映像に出演しており、今回が初めての地上波出演となるようですね。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。